ガラスなんですか。集まってる。はい、こんにちは。はい、こんにちは。おはようございます。おはようございます。はい、今日はモーニングライド、お花見ライドに来ております。はい、桜は 0.1 分咲きといったところですかね。 0.、そうですね。たくさんある桜並木に来たんですけど、まあ、入り口でちょろっと咲いてるぐらいで。そうですね。今週中にはだいぶ綺麗になるんじゃないかなと思います。はい、で今日は、はい、たくさんのお客さんに参加していただいたんで、バイクチェックをしていこうと思います。はい、すごい勢ぞろいですね。いろんな自転車が、いろんな自転車あります。ほんまに幅広いですね。ちょっとそれを見ていこうかなと。はい、ところです。いや、このまま行きましょう。はい、しかしそろそろサンダルの季節になってきましたね。あ、もうがっつりサンダル、短パン、サンダル。いや、もう今日全然今日これでいけますよ。あれですか。はい、今日最高気温22度ですね。やばいですね。もう来てますよ。あったかいですね。はい、こちらの、はい、ボムトラックに乗られてる方ですね。はい、さっき教えてもらったんですけど、はい、このライト僕知らなかったんですけど、ここでスイッチを押すとライトがつくそうです。これすごい。無線で。あ、無線なんですかこれ。はい、すごい。こんなのあるんですね。びっくりしたっす。おお、面白い。モントラックアライズ。はい、アライズ。アライズです。イヤード。イヤードで、650のオールロードのホイールがついて、フロントシングルでっていう感じですね。で、PDW のテイクアウトバスケットを装着されて、お花見ぴったりですね。はい、でクリス・キングのヘッドセットもバッチリ決まってるって、ね。あ、本当だ。いいですね。最高です。最高です。この人も結構乗ってますね。乗ってますね。次の自転車ももう考えられてるらしい。そうなんですか。はい、キャノンデールも持ってるじゃないですか。はい、この後いろいろ見てみよう。3代目。わ、めちゃくちゃハマってますね。はい、楽しんでますね。はい、っていう感じです。いいですね。はい、じゃあ次、次どれ行きますか。キャノンデール。あ、キャノンデール。今日はもう遠くからお越しになったんですけど、キャド12ですね。リムブレーキの時の、キャド。今キャド13がディスクになったんで、はい、だからギリギリリムっていう感じかな。ギリギリリム世代。はい、もうこのグリーンは懐かしいですね。ああ、もともとキャド乗りやったかな。そうですね、キャノンネルといえばこの色ですもん。なるほどな。福山から来たって言ってましたね。はい、福山から。ありがとうございます。もうありがとうございます。はるばる。で、ホイールがプライムっていうカーボンホイールかな、はい、を装着してて、かなり軽そうですね。そうですね。今から徐々に、ね、今度はグラベルが気になってるっておっしゃってました。ああ、ぜひトップストーンを。いい場所を紹介したんで。あ、そうなんですか。これから欲しくなってくると思います。なるほど。やばいですからね、今グラベル熱が。グラベル熱いですね。熱いです。すごい、はい、ですね。探しに来る人も多いしですね。あ、そうで、ラックがちょっと面白いラックをつけられとって、はい、ライドオアシスのラックで、このステムの下にこう支えがあってですね、ここでこう、そういう回らないようになってるっていう感じですね。なるほど。こんなラックは、あ、なんか深谷さんで見たような気がする。あ、なんかおっしゃってました。あ、深谷産業の。そう、なんか見ましたね、これ。これか。これですね。これでもすごい、この間隔が狭いのがいいですね。狭いから小さいフレームでも全然いけそうですね。そうですね、非常に良さそうです。で、まあ、支えがあるおかげで回転することもなく、うん、いいですね。使いやすいと思います。うん、キャノンでしょ。これはここですね。グランピーの。いや、やっぱ大きいサイズはかっこいいですね。かっこいいですね。
これもう完璧に決まってますね。バッチリやん、はい、オリジナルのロゴに。あ、タスコさん、タスコ、タスコさんのステンバック、はい、ありがとうございますあ、オーナーがこんにちは。こんにちは。さっきパン飛んでましたね。あ、飛んでました無茶がありますね。バケット系のパンを入れて飛ぶ、はい、パンぶっ飛んでましたね。なんかあのこの前あのチューブレスで穴が開いたところもうまいこと塞がったみたいで良かったです。うん、そうそう。これまだマークが残ってる。大丈夫かなと思って。これ普通にプラグ刺さずにそのまま塞がれたんですか。そのまま。最初ね家でペタンコになっちゃって。結構3ミリか大きい先で見えでしたよね。そうですね。ホチキスのでっかいのが刺さって。あピッてシューって抜けちゃう。タイムのペダルどうですか。タイムのペダルとってもいいですね。とても良い。取り外ししやすいですか。取り外し、うん、着脱すごいしやすいです。めちゃくちゃ気に入ってますね。タイムでしょうかな。よかったね。いやいい感じで良かったです。おかっこいい。ありがとうございます、はい、キシリウム決まってますね。マック、うん、ありがとうございます。そしたらあっち、まあちらっと見えてるあの池田さんが最近気になってしょうがない、いやしょうがない、これ自転車がありますね。で僕あのここにバゲットを刺すっていうやり方は僕は初めて見ました。確かにボトルゲージはバゲットを刺すのにぴったり。びっくりしたって。バゲットゲージなんですねこれ。バゲットゲージって面白いね。バゲット撮用のゲージ。バゲットゲージ。それはちょっと検討の余地ありです。オリジナルグッズで。オリジナルグッズ。スートラです。スートラ。これのスートラ LT。この方あの人ですよね。あのめっちゃ世界中走り回った人。世界中の世界を股にかける方が乗ってます。ブルベ何キロですかって言ったら1900キロっていう言われたりするですね。すごいですね。びっくり。びっくり。じゃあバケットホルダーの方が正解です。いやびっくりする。あでこのトップチューブバッグをつけられてるんですけど、これって意外と前にまたぐとまた打つんですけど、このドロッパーと合わせると結構使いやすいです。そうです、ね。この前あのお客さんがやられとって試したんですけど、はい、すごく良かったですね。だからこれ。ここにもうそもそも前にまたがないとかドロッパーに常に座った状態でみたいな時はかなり良い、まあ、容量もすごい大きいんで、うん、であとはフェンダーですね。シムワークスのバイ本所のフェンダーなんですけど、やっぱりこの 2.225 の幅を収めてくれるフェンダーってまあまあ少ないので、こういう細かいところまで展開してくれているのはすごく嬉しい。すごい、さすが本所シムワークスバイ本所。もう金具はでかいし、金具もでかい、はい、何もかもでかい、でかいですね。迫力満点ですね。という感じです。かっこいい。あ、これもじゃあ、はい、これは清水さんのランドをちょっとお借りしてるんですけど、今日はレンタルで。これ実はですね、清水さんのランドただのランドじゃないんですよ。え、どういうことですか。ここを見てください。じゃん、ん、あ、あ、本当だこれ。知らなかったでしょ。知らんかったですこれ。これワイヤーの受けって本当はこういう結束バンドでこう止めるような感じになってるんですけど、うん、実はこのランド分けやりでネジ止めなんですよこれ。すごい。っていうのを清水さんが、使ってると。なるほど。だからこのまあこれ外したらまあ別のものがここに装着できるんですけど、まあまあワイヤー受けでしょう。確かに。なぜこの仕様になったのか、まあ、正直謎なんですけど、うん、まあ、一部マジ取ってそれをたまたまこのロットを使ったってことですね。そうですね。へえ、という感じです。ペイントがいいですね。ペイント、スプラッターペイント、スプラッシュペイント、はい、かっこいい。かっこいいですね。あとそう、清水さんのランドといえばキューズですよ。ああ、キューズ。
結構調子いい、良さそうです。良さそうですか、はい、キュース。これですね、フロントシングルでリアがこれ36ぐらいのキューズを使ってます。でこの球団変速なんですけど、はい、このキューズってカチッとこう変えた時のクリック感がすごいあるんですよ。なんで最初乗り始めとか、あのなんていうかな、実用的に乗るっていう場合は結構これがええ感じです。あのシビアすぎないというか、いい意味でラフな感じで使えるんで、非常にコスパもよくいいと思います。清水さんのランドクルーザーです。次行きましょう。どれ行こうかな。 S さんの、そうですね、向こうの方のやっぱ黄色いやつが、黄色いやつ、じゃあ渡辺さんの黄色いやつをちゃんとちょっと片付けます。あ、おますね、片付いてる。いいですか、取ってもらえるように身構えられてますわ。めちゃめちゃいいのばっかりですね。てかこれ、あ、カンティーンですか。これいつも山持って行ってたやつ。あ、ボトルゲージもカンティーンが入るようなフラットトップですね。これフラットトップゲージ、キングゲージ。これ今何が入ってるんですか。キャンプ道具。キャンプ道具。テントと寝袋とか。ああ、うん。この後キャンプに行くとか。行きません。明日仕事です。なるほど。いや、もうあのこのランドについてですね、昨日あの動画を撮らせていただいたんですけど。あ、そう。あまりにも長すぎて途中でですね、あの縮めろと言われてしまって、池田さんは何も言わんかったら1時間ぐらい喋ってる。だって本当に1時間ぐらい喋ると思います。もう荷物を自転車乗せるの初めてなんです。ああ、そうなんですね。今まで乗せてなかったんです。ロードとマウンテンだったけど、あの民主とです。ああ、なるほど。ツールボックスをゲージにさしてるんで。なるほど。今までとちょっとスタイルをガラッと変えて。そう、旅した。ああ、なるほど。はいはいはい。いいですね。まあ、完璧迎えて。だったら何しようと思ったとか。ラウンド。ああ。なもうなんかなくなるってだから。いや、そうなんですよ。そう。だからもう完璧まで待ってるから。いや。そうね、本当にパーツ全部こだわってますもんね。でもあんまり重くないですね。前、うん、ここに結構積むと、はい、ハンドルが振られるから、あ、なんかすごくハンドリングが悪いなみたいなイメージあったけど、うん、今日これ切ったけどそんなに、あ、やっぱり、ちょっとだいぶ意識してフォークを作ったんで。だフロントパーにはいいかもしれない。うん、確かに。もうリアパニアよりは上りは楽に感じるんで、これ。あれ何なんですかね、前と後ろの同じ量なんで、後ろだとこうなんかずっと引っ張られてる感じがするやん、うん、はいはい、積んだことないか分かんないけど、二人乗りするとすごい重いじゃないですか。ああ、まあそうですね。タイヤが歪まないからじゃないですか。そうなの、変形しないからじゃないですかね。設置面積ですごい少なくなるから、重量があるところと駆動するタイヤとが一緒じゃなくていい方がええのかもしれない。ただあのフックの外れやすいやつだったら、うん、これ簡単に外れて前転するんで危ないです。経験者は語る、はい、これさっき外れました。そうです、今日ちょっと外れてますね。なるほど。このフックの位置ちょっと内側に寄せたらだいぶ寄らないんですよ。寄らない。あ、調整するな。これを下にすればいいか。あ、そうですね、これをこっちの方に寄せれば、はいはい、ちょっと工夫して今日初めて持ってきたから。昨日の晩いきなり、あ、じゃあキャンプ道具詰めようって。あ、なるほど。あ、じゃあこれもあれも、あ、うん、まあとりあえず2個で入るかキャンプ道具みたいな。うん、まだされていきそうですね。ここからまた使いながら便利なシーンが変わっていくと。そう、あ、でもカッチリしてると全然揺れない。
寄れないから、これいいわ。すごいですよね、ランド、本当に。やっぱり硬いですね。硬いですね。堂々とかの比べて。めっちゃ進みますよ。進む。あっちの。はい。あ、ほんまっすね、もう。絵になる。絵になる。これあれですか、商品写真用ですか。商品写真用。かっこいい、もうこの状態でかっこいい。ほんまっすね。決まってます、ね。キグランド。ランド。この前あのフェンダーをつけられてたんですけど、今回は外されてますね。そうですね。新中の。でキャンプ帰りという。あ、確かに。今宮島でキャンプをされてきて、そのまま来られてるという。つわものですね。これまたバーテープいいですね。これいいですよね。これ BTP のバーテープです。ああ、なるほど。コルクバーテープ。これは難易度高いですよ。この人は本当センスがいいですよね。センス良すぎですね。すごい。本当におしゃれさんですよ。パーツチョイスがめちゃくちゃいいです。これですね。あ、リミテッドの GRX なんですね。はい。これで。かっこいいですね。これライトもだってあれですね、 PDW のお、これセンターライトバッチリつけて、はい、サリーナイスラックの中央のこの穴を使うのなかなか難しいんですよ。あ、でもこれ、これいいですね、うん、これすごい綺麗に入ってますね。後ろから止めるっていうのはいいですね。うん、すごい上手につけられて、さすがや。さすがかっこええな。いいわ。シエロカップがまたいい。いいっすね。いい雰囲気出しますね。もうめちゃくちゃいい感じになってるんですか。うまいっすね。バッペンで。ちょっとこう使い込まれてきた感じがまた渋さを倍増させてる感じ、ね、いいですね。最高っす。もうこれはもう。映像だけでも伝わると思います。はい、バッチリですね。あっちにはオールシティが、まあ、一緒にキャンプ帰りされた。あ、そうですね、ですね、キャンプ仲間です。これあれですね、シルバーカラーで全部まとまっとって、またこうクラシックなんだけど内容を見ていくとこうモダンと、うん、なやっぱりレザー系はすごくいいですね。かなり使い込まれてるんで、もうフィットしてるやろっていう感がすごい伝わるというか、完全に馴染んでますね。あ、これ、はい、いいやん。本当、あ、ミラーついてるんですね。これいいんじゃないですか。これなんですか、自転車用ですか。いや、なんやろ。なんですかね。気になる。あとで聞いてみよう。後で聞いてみよう。あれ、これ。なんかバネみたいなんだ。なんかバネが出てますね。これもちょっと後で聞いてみよう。これはでも修理じゃないですか。あ、でも反対側も出てますよ。あれ、ですね。これ、ん？どうしたいのか。あ、でもちょっと異常かな。異常なのかな。いや、ちょっとこれはちょっと後で。異常ですよね。そうですね。まあ、聞いてみます。聞いてみましょうか。はい。いやー、この人テントが。これあの忍者テントなんです。ああ、なるほど。いろんな形に変えるやつ。そう。忍者シェルターか。焚き火台もその忍者シリーズで。で、ダブルレバー。ああ、ダブルレバー。凄まじいですね。ですね。もう。はあ、まとまってますね。しかし。本当にあの。マジでしっかり乗ってる人の自転車です。そうですね。さっきのランドもそうですし、このオールシティもやれ感で分かりますよね。やれ感で、はい、しっかり乗ってる人は本当にいい感じに。じゃああっちの方行ってみましょう。はい、はい、いっぱいある。まあこの辺りはいつもこう紹介してるやつなんで。そうですね、撮っていいか聞いてみます。はい。
あ、はい、そうなんだけど、あの、はい、ちょっとあのごちゃごちゃしてるんです見た目がとってもダサいんで、ちょっとだけお待ちくださいよ。すみません。トレックをご紹介。あ、トレック。トレックのマグルロードですね。はい、チェックポイント。チェックポイント。あ、チェックポイント。これがチェックポイントか。アルミフレームモデル。ああ。これあれですかね、オールロード。じゃあキシリウムか。そうだ、ね、キシリウム。パンクした時に元のタイヤを、はい、元のタイヤの方に、はい、あのパンクしにくいタイヤをつけて、こっちは通勤用 で、はい、でこっちは店員に勧められて、なるほど。これタイヤ変えてるのは何か理由があったんですか、前と後ろで。あ、こちらパンクした方が、なるほど、パンクした方はもう直せないって言われて、あこっちはすごいごっつい方にしてもらいました。これチューブレス、これはチューブレスになります。あ、グラベルのアルミってどんな感じなんですか、それ、はい、固めで感じですか、はい、乗り味といいますか。初めて乗った自転車はちょっとこれなんで、あ、なるほど、最初がちょっと、ああじゃああれですね、後でお店にちょっと試乗車があるんで、それでその違いを、違いを知ったらやばいんで、ホイール持った時も、ああ、ホイールはちょっと変わりますね。そう、感動しますよね。こんなに変わるんだみたいな。いかに完成車のホイールが重いか。まあまあ、分かるっていう、しょうがないですよね、あれ。まあそうっすね。あ、これってちなみに何なんですか。まあ、なんかこれはエヴァニューの、あ、エヴァニュー、これが、あ、いいシューズ履いてますね。これはこれショート動画見て買いました。あ、マジですか。中身だけなんですけど、今コップで使ってます。これがポットの中に入ってて、これか。すごい。中に。あ、浮く感じなんですか。そうですね。ダメですから死ぬんじゃないですか。あの血は大丈夫ですか。もしかしてウルトラライト系がお好きとかですか。そうです。あー、ほんまや。すごい。重ね方ちょっと恐れましたけど。そうですね。もうこれチタン。チタンですか。すごい。あ、なるほど。エヴァニューって使いやすいですか。エヴァニューは使いやすいです。それを普段はもう自転車に入れてちょっと出かけたりとか、ね、まあ普通に河原とか行ってお湯沸かしてコーヒー飲む。ああ、いいっすね。ちっちゃいアルコールストーリー。あ、なるほど、こういうアルコール用の入れ物があるんですね。これもエヴァニューです。へえ、こんなんもある。化粧水入れるやつに入れとんか。あこれですね。普通になんか100均とかに、はい、売ってる中央のやつとか、はいはい、あれでも簡単に Amazon 簡単に売ってはるけど。ああ、なるほど。で買おう。あ、いいですね。いや、いい勉強になる。すごい、了解です。ちょっとエヴァニューが検討してるところなんで揃ってます。よし。え、今日あれですか。広島の方。いや、僕は山口。あ、山口。あ、遠路はるばる。今日はもういろんなところからお越しいただいてありがとうございます。来てますね。いや、了解です。うーん、ありがとうございます。ありがとうございます。そしたら、口、はい、ローブ、ローブでございます。ローブローブの DL、 こんな感じ。もう完璧です。完璧ですね、これ。完璧です。もう言うことない、うん、だからもうこのローブとスイフトインダストリーズって結構はい、コ
コラボしていろいろ商品出してたりセットアップで紹介されてたりするんで、やっぱり合わせるともうかなりマッチするんですよ。そうなんですね、はい、あの特にこのパロマとそのゼイゲイストのサドルバッグって、はい、あの公式のページでも一緒に紹介されてるぐらい、あのローブとスイフトのグッズの限定モデルが出るぐらい。おお、そんなに、はい、かなり相性がいい実は組み合わせで。へえ。あとはあのキャンプに行くときにこのここにこうバニアバッグをつけたりするともう完璧と、はい、完璧、まあ、これでもあのウルトラライトの用品でいけば全然収まっちゃうんですけど、そうですね、はい、非常にいい感じに仕上がってますね。なるほど、今からじゃんじゃん乗られるということなので、じゃんじゃん乗って楽しみにしてます。次は何をカスタムされるんですか？次は次カスタム、何をカスタムしたらいいんですか？次どこがいいですかね結構あの車体がすごくいいんで、うん、そう、そのままでも全然いけちゃうんですよね、はい、結構満足はしてるんですけどじゃあ次はちょっと走りを変えるためにホイールとか、うん、あとはあの座り心地を良くするためにレザーサドルとか、そのあたりは非常に良い違いがはっきりと分かる、うん、検討します。良いと思います。ありがとうございます。ペダルを SPD にしてもいいですね。あ、ペダル、でもペダルが意外とあの持ち込みのペダルなんですけど、はい、このブルーのところと合うんですよね、うん、ロゴのこういうところとかと結構マッチしてます、ね、いいなと思いました。これ KCNC でライトはこの下にデザインのライトを忍ばせています。あ、こんな感じでついてます。今日持ってきてるけど、ありがとうございます。ありがとうございます。何を言い張るんやろうと思って見に来た。映っても大丈夫ですか？ああ、一応。ありがとうございます。よし。隠してる顔じゃない。こんなんでよけ。ありがとうございます。そんなところですか。いや、素敵なバイクがいっぱいある。あとはあのスタッフの自転車なんですけど、スタッフのやつはまあまあちょこちょこ映ってるんで、はい、今回はこの辺りで、あの後は。ということで、あれ？ちなみに僕のチャプター2はタイヤ変えてます。あ、ほんまですか？はい全然違うでしょ。全然違いますねほんまにあ、全然違います。変わりましたね。あの47から40に 細い、はい、細くして、はい、これグラベルキングの新しい X1 にしたんですけど、はい、これいいっすね。やっぱり使いやすい。使いやすいです。オフロードもいける。もうグリップ申し分ないですね。オンロードもオフロードも。他のグラベルキングと比べたらどうですか？まあ、他はあんまり知らないんですけど、うん、まあまあ、テラベイルから比べたら重量はちょっと重くなりましたねまあただ頑丈ですね。こっちの方がサイドちょっと分厚いですね。セットアップはどうやったんですか？セットアップこれバッチリ決まりました。あ、やっぱり決まるな。前のと全然違いますね。今のところグラベルキング、はい、お客様のセットアップさせていただいてるんですけど 100% 決まってますね。簡単にもう空気漏れも全然なくて、うんうんうん、いいですね。そうな、そんなところですかね。はい、はい、じゃあということで、今回はですね、お花見ライドの、間にちょっと自転車のチェックをさせていただきました。全部かっこいいですね。全部かっこいいですいいですね。ええー、な。もう次ちょっと何しようか、ちょっと悩んできたな。悩んできました。まあ最近またいろんな自転車入荷してきますもんね。そうなんですよ。マジで。しかもそれどれもかっこいいから困りますよね。困ります。本当困る。誰が次増車するんですかね。そうですね。うん、楽しみですね。楽しみですね。よし。よし。今日はご覧いただいて終わりましょうか。はい、はい、ゆるりとゆるりと。ではでは、はい、今日はありがとうございました。ありがとうございます。